どうも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 、皆様お久しぶりでございます。おっちょこおっちょこラジオが帰ってきました。いや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 、お久しぶりでございます。爽やかな頃のおっちょこラジオが、涙の最終回を迎えてから8年ぐらい経ちましたかね。7、8年ですか。もう涙の復活でございます。いやー、おっちょこが続いてるのよ、こっちはこっちで。やっぱりどっかでこうおっちょこを吐けなきゃね、いけない。まあおっちょこ吐けの場所としてね、やはりまたおっちょこラジオね、久々にこう撮らせていただいております。もう最新のおっちょこだったらね、昔の方の事務所行っちゃった。おっちょこということで、サウンドコールのおっちょこラジオ復活祭り始まります。仲間だろう、一緒に笑う。いやー、こうね、まあ梅雨真っ只中で、もう夏手前でございますけどね、まだね、天気の方がねちょっと安定していないんでね、まあまあまあイライラすることが本当に多いと思いますけども、なんですかね、この今日はねちょっとね、楽しい話、まあイラついた話、おっちょこな話いっぱいしていきたいと思うんだけど、今日はなんだろうな、多分知ってる方いるのかな、まあ僕がお笑いを始めたきっかけでもあるし、こういう世界に入ったきっかけが高校時代に、まあ、おかみ軍団っていって、僕が仲いい、まあ、軍団の7人8人でこう、まあ、いつも遊んだりとかこうネタをやったりとかしてたんですよ。その中の実は一人メンバーが来てくれてるんですよ。はい、でおかみ軍団って、まあ、言ったら、まあ、ほとんどの方が一般的に、まあ、就職をされて、皆さんね普通の仕事ついてるんですよ。もうねラウンド1の店長だったり、ラウンド1の支配人だったり、ちょっとラウンド1関係が多いんですよ。たまたまですけどね、本当にラウンド1で何かがあった時はすぐ連絡してくれれば解決策はいくらでも教えることに、まあ、そういう一般の仲間がいる中、なんと我こそは軍隊、私もねいいの？こう映っていいの？って聞いたら、いやなんか今日はそういうのなんか低い、なんか新しい順位見つけたいんだ、言ってもいいです。神分団員がこういうとこに出るの？これはすごい。逆に俺がなんかフォローしなきゃとか、いろいろ緊張した部分もあるし、よろしくお願いします。こんにちは。お願いします。いえ、すげえ素人出てくるみたいな。いや、ジョジョ軍団、スッケドです。よろしくお願いします。おかみ軍団のでおかみ軍団のスッケドです。お願いします。いや、ちょっと待ってくれよ。何でした？紹介おかしいでしょ。何がですか？いや、ラウンド1、ラウンド1からので、ちょっとラウンド1かける人が多いんで。いや、まあ、そうかもしんないけど。多いんで、一人しかいないんだけど。印象がね、ちょっと強いから、ラウンド1。まあそうですね、まあそうですね。いや、でもちょっと冒頭でも言ったけど、はい、おっちょこラジオ復活ということで。はい、8年ぶりとか言ってポケてましたけど、はい、呼ばれなすぎてそれぐらいの気分ですから。で俺自体もやってなかったから、どんくらいやって、本当にやってないよ。一人おっちょこもやってないんですか？全くやってない。だから本当にあの日におっちょこ捨てたね、一回。なんか侍が刀を一回捨てたの、侍が。いや、あの時ちょいちょいやりますって宣言してた。いや、だからそれからやんなかったんだ、おっちょこは。俺は。あ、なるほど、いや、なんでそんな強気なのか分かんないけど。もうだけどやっぱね、ちょっと久しぶりにおっちょこ復活させたいなっていうのもあって、はい、いや、というのもやっぱり雨多いじゃん。だからやっぱ外で、まあ、出る含め撮影するのはやっぱり絵が持たん。あ、なるほど。やっぱり雨の絵ってみんな嫌いじゃん。まあまあテンションはそんな見て上がらないね。そうそう、だからこのなんか雨でなんか青っぽいの皆さんも見てるから、まあ、青っぽくないものをこうちょっと。いや、めっちゃめっちゃ青だけど。いいよ、それとも仕事なんだよ。いや、知らないよ。その感じで呼ばれたと思ってないもん。そういうとこあるから、本当そういうとこもおっちょこ。いや、おっちょこじゃない。いや、ドドンとない。いや、まあ、そういう話をしていこう。ちょっと、今日ね、用意できなかったんだけど、まあ、ベタになんか鉛筆で転がして、今度1から6まで、いろんなトークのお題を書いておこうかな。あー、なるほどね。もう、びっくりした話とか、そういうざっくりした、はいはい、ベタなやつ、ね、もうそれで、はいはい、トーク力をちょっと、まあ、鍛えるのも含めて、このおっちょこでやっていこうかなと思って。あーはーはー。そう、というかもう、おっちょこ当初はもう声だけだったらもう普通にも
映像になってるけどな。最終回なんとって言って二人がこう、そうだな、やったボケの感じでしたけど、もうボケもなんでもないですよ、ね、そうだな。いろんなこと撮ってたもん、チョコラジオも。いや、まあ、そうですね。最多ゲスト出演してくれてるけどさ。いや、最多ゲストっていうか俺しかいないんじゃない、おっちょこ的には。あれ、テレビ、いや、出てない、出てない、いや、だってなんかおっちょこ祭りって言ってましたけど冒頭で、結局俺ですから。いやいやいや、でもね、やっぱこれ梅雨だからなのかな、はい、キラッとすることが多いなと思って、うまくなった入り方がいや、ほんとイラッとすることほんと多くて、なんだろうな、一番腹立つのがオチのないイラ。ほう、うん、もうなんかがあってイラッとしたけど、こうなってこうなってこうなって、うん、例えばもうあのピザ屋さんが配達来て、はい、あのピザ頼んだと全く違うピザでとか、うんうん、でなんかみたいな、そのサンドイッチマンさんのネタじゃないけど、はい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 、そういうちょっとオチがあるイラだったらまだ救われるじゃん、はあ、オチのないイラが本当多くて。オチのないイラって何？いやもうそれこそ昨日だったらオチがイラじゃん普通いやオチ、まあそうだな、まあオチがイラでいいならオチのがイラなんだけど、うん、お歳暮が届いたんだよ普通に、はい、でまあそのしかも両親からね、なんか何欲しいみたいな両親めっちゃお歳暮くれるんだよ、うち。ほうほう、お歳暮とあのお中元。ほうほう、絶対お中元から今、うん、お歳暮だよ、ね、そうだよ、うん、今のがオチということで、いや、ちょっと今の話は終わりで、いや、勘弁してそのお中元の話してくれよいや、もうお中元とお歳暮をもうなんだろう、家出てから20年近く送ってるの、一人暮らしの時から、一人暮らしの時から。何が間違、それがおっちょこなんじゃないのでなんか親の理由としては、うん、あの T ポイントを貯めてるので、うん、お中元を送ると T ポイントがちょっとより多くつくんだって。いやいや、ポイント現金。俺も元も子もねえよっていうのは突っ込まないようにしてるよ。突っ込んだら終わるから。ああ、まあまあまあ。うん。それ多分現金とその300ポイント現金のでかいよって言っちゃったら気づくから。そうだよ。それ言わないようにしてんだけど。もう2億着あるからこの人。でもくれてて、うん、何今回欲しい、毎回いろんなのもらってて、うん、まあ。この時期だから結構アイス系を頼むことが多かったんだけど、うん、まあ、アイスパンパンになっちゃうから最近ちょっとあの食べれる系のもう一瞬で終わる、多分うなぎとか普段買わない、おうおうおう、そういうの頼んでて、今回イクラを頼んだよ。でいいじゃん、うん、イクラも多分 4,5 千円するじゃん、はいはい、でこんなちっちゃなパッケージ3つ入ってるで 4,5 千円するから、まあ普段自分で買えないから、まあ、それお願いしますって頼んだら、うん、案の定届いたわけ、うん、でありがたくさ、もうありがとうございますっていうこの運輸会社さんからこう受け取るわけじゃん、はいはい、で、まあ、早速開けてみようと思った時点で紙の箱がブレてたんですよ、すごく、うん、でビニール、まあ確かに梅雨だからあるけど、ビニール袋にはこう入ってるのに中がブレてる、だから雨のせいではないなとは一緒だった、ね、うん、で開けたんですよ、はい、開けるとこがもうぬちょぬちょしてる、ダンボール濡れじゃなくてぬちょぬちょなんで、もうその時点でもう一気に我が家が北海道的な香りになってるのもういや、すごいいい例えだけど、もうね、うわ、まさかと思って開けてみたら案の定もういくらちゃんがもう、うん、バーンってしてるわけよ、もう怖いな、バーンしてんのよ、もう、うん、出てる。で、うん、そもそも多分そういうのって冷凍送りだ、はい、書いてあるんですよ、それもちゃんと、そうだね、だからもうヌチョの時点でもう冷凍になってる、確かに確かに、でこれはやっぱおかしいなと思って、うん、でなんかさ、いや食べれない状態ではないと思うんだよもちろん、うん、まあね、まあ、腐ってないとは思うけど、でも嫌じゃん、うん、まあ、冷凍送られてない時は怖いから、うん、それでその一応会社にこう連絡をしたの、うん、したらでも向こうはもう慣れてるから、もう本当に大変申し訳ございませんでした、すいませんって言ってくれたの、うん、でこっからよ、うん、俺がちょっと思ったのは、うん、普通どうですか、なんか弁償、まあもちろん新しいのは、はい、送ってくれるよね、はい、それはもう 100% じゃん、はいはい、それはそうじゃない、食べれない、そうだね、そうだね、はい、そこじゃないの、おそのものどうするの、あこのヌチョの方、ヌチョの方、あなるほどね、普通は捨てる、まあ、捨てるとか、うん、ケイタが相手方ってどうやって言う、もう処分してください、まあそうだね、申し訳ないんですけど、うん、処分してください、まあ使ってる可能性もありますので、うん、っていう処分してください、うん、もしくはじゃあ食べれるよう召し上がってください、はい、俺は普通だと思った、そうだ、ご自身の判断でってことだね、向こうが言った言葉が、その状態で夜取り行くまで置いといてください、嘘でしょ嘘でしょでしょ、はあ、ちなみにこれ午前の話、はあ、
午前の、午前届いて、午前届いて、その状態のまま、まあ、6時以降って言われたら夜取りに行きますから、いや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 と、俺もヌチョですと、ヌチョだし、これ思ってる以上に匂いすごいですから、それは申し訳ないですけど、状態確認とかもしたいんで、いらして、いや、でもこれがまた私、最近こう YouTube 含め始めてる自分の強みでもあるのは、実は俺、開ける瞬間を全部撮ってる。おー、なるほど。これ嘘の記事、写真とか含めで、しかも、俺って言ってる感じを撮ってた。で、あのちなみに僕、それは、しかも夜ちょっと仕事いないんで、撮り、あの来られる時もあれなんでって、あと、そうやって疑うなら、僕、その瞬間を全部撮ってます。はいはいはい、嘘抜きで、はいはい、したら少々お待ちくださいって、上の人と話し始めて、分かりました、じゃあ外に出しておいて、家の外の取りに行けるそういうもっと迷惑じゃないですか、俺本当そう思って、それはそれで、あの家の周りの方とかに迷惑です、ね、そうですね、じゃあそうですよね、いやそうなんで、俺は最終的にじゃあ袋を30ぐらいに、ああ、もうしてもう、はいはいはい、もう匂い出ませんと、ほんと30にして置いときました、はい、それでなおかつそれ取り行くの夕方夜だったら違う業者に持ってかれる可能性があってもおかしくない、はいはい、分かんない、はい、それでもいいですねって言ったら、それでも構いません、はい、それでそれ幕を閉じた、でもさ結局さそれ に状態がもう違うわけじゃん、そうね、もう絶対その時点でもそうですよ、で、俺の結局、写真も動画も別に送ってくださいも何も言わないから。いや、そうだ。だったら俺その場で捨てても、ちゃんと良かったんじゃないのって。そう、そうだよ。それか俺はもう分かんなくて。だから、あっち的にはもう試したんじゃん、下手したら。だから、もう、五郎さん的には開けてるから、その前を見せなきゃ意味ないでしょってことでしょ。まあ、この状態はね。あなたがやったでしょって疑われる可能性がある。あー、向こうは？そうそうそう。だから、向こうは俺が。そうよ。え、ぐちゃにしてそんなことすんだ、だから例えばよ、だそういうクレーマーの人がいるかもしれないんだよ、暇つぶし的な世の中で、すごくだから原品を確認させてくださいってふっかけてきてる可能性もある、いやその言いたい気持ちも分かるけどさ、分かるけど、梅雨の雨でさジメジメしてる中さ、もう出ちゃってるものを家に置いといてくださいっていうのはさ、俺はいやそりゃそうよ、説明な説明やなと思って俺、で意味ないもんだって開けたもん、いやそうやね、たとえそういういたずらする人だとしてももう開けた後ですからっていうだけで、これはだからさ、うん、まあ優しい心持とうよって俺は思ったな、本当に、まあ確かにね、いやでも開封動画を撮ろうとしたからそういうのができたわけでしょ、そうまさにそうなので、ね、たまたまあの本当同じタイミングでまた知り合いの方が三浦半島に住んでる方が、うん、なんかそういうちょ美味しい海鮮を送ってくれた、たまたまそれが本当にね何時間おきぐらいだった、だからあのそのちょっと前にもその人も撮ってたから、ああなるほどなるほど、あじゃあ実家から届いたけど撮ろうかなと思ったタイミングだったの、じゃあこれも届いた8秒ぐらい撮ってるからね、俺別にそのどっか置いといて撮ってたとかじゃないから、はいはいはい、まあ、そんな感じなんですよ、それが結局届いたんですか、それで、いやそれもまだあれだから新しいのは、あまだそれも本当昨日一昨日の、あそうなんだ、これ撮った昨日一昨日とかの話だから、多分これを撮ってる頃に、はい、カッチカチのイクラが届いていることを願ってる俺は、それでその三重にした袋のやつはなくなったの、それはもう本当実際僕夜あの本当に確認したのも夜だけど、うん、はなかった、でも分かんないよ、お魚くわえたドラ猫はさ持ってく可能性ってあるじゃん、ね、はいはい、いや本当にドラ猫か分かんないけど、それでなかったですよって言われてもこっちはイラッとするけどさ、うん、でもそういうことがあったんで、うん、まあまあまあみんなで手をつないで、まあね、ないと思うよ俺は、まあまあまあ、だからどんな人がいるか分かんねえっていう世の中になっちゃってんじゃないの、もうあるんじゃないの、イラッとしたことない、大丈夫、今日はもう復活祭りだけど、イラッとしたこと、梅雨だからこそなのかね、イラッとしたことというか、イラッとするんだなって知った、何、もう夏近いじゃないですか、どうする、またぐ、全く必要もないぐらい、 CM っていうかその次回のにする、いえそんな食べるほどのことでもないから、次週にする、いやいやそんなことじゃない、もう悠々もう15分いってますよ、いやいやカブトムシがうるさいよ、カブトムシ夜うるさいのよ、15分カブトムシが夜すごいうるさい、15分だったので次週にやります、いやちょっと勘弁して、すいません、カブトムシ次週のおっちょこラジオケイタのイラッとした話、皆さん
ね、ちょっと多分イラッとすると思いますけど、なんかこう枕とか持って声を入れながら聞いていただけたらと思っております。ということで今回のチョコラジオ以上です。ありがとうございました。おっチョコ閉めないで。イラッとする時間とかもないわけですよ。9時間そう、もうそれが超めんどくさい。いやいや、だからそれを分からすために言ってるんだよ。だ、うん、これぐらいの選手って言っちゃったわけ、はいはいはい、いや、それで、それで俺ら仲間だろう、一緒に笑ったろう、共に泣いただろう。